ちょっと地上機にはかなり圧勝ですね。そうですね。空はやばかったけど、大地はもう、やばい、このこんな強いの、もうすぐに決まってしまいましたね。すごいですね。ってことは、ケイロン3つ勝ったのか、全部で8チーム出てて、はい、7戦 ?4 つ勝ってますね。勝率5割以上いってますね。わぁ、これはちょっと、ドット払いケイロン、いい塩梅ですね。で、あと2秒、1秒、開始、あ、勝ってます？え、まだ始まってなかったですけど。え、あー、多分予行しました、今、リーグ、このリーグ表のところで。あ、まあ、大丈夫です、押しましたよ、すぐ。あ、じゃあ、まあ、とりあえずこれ、いきますよ。誰でしたっけ？ミントさんのグレイズストーンと、はい。竹取さんチキンですね。はーい。そうね、ただまあ、あの後にあんまり殴りに行けなかったのかもしれない。そうですね。おー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 。てか、これ、また見逃したけど、グレードやっぱなかったんじゃないかな。ミサイル全てをかけるタイプかも。あ、何これ、デスフィアが足元でコロコロしてて。そうですね、あれ本当だ。え、何これ、え、これおかしくないか、これいいの、サイルペコペコが、これはこれいいの、あ、デスフィアおかしくですね今。何これ、合ってるのかこの仕様は。はいはいはい、あー、これ虫焼きだな、きつい。あー、バルキリーも、バルキリーなんだ。バルキリーやばいっすよね。あと、この、この動きもいいのかな。あー、なんか、デスフィアが足持ってコロコロしてるのをガードしてる間にバルキリーで死んでしまいましたね。はい。カエルピョコピョコさん。2対0で。はい。あれ、なんか僕だいぶ早く終わったな、今。本当ですか、やばいな、なんかちゃんと合わないっすね。カエルピコピコさんの一番左がいっぱい体力あって、真ん中が死にかけ、そんな感じですか。そうですね、はいはいはい、今リーグ表ですと。あ、じゃあ追いついてない。あ、始めちゃった、あ、すいません、おっしゃった、あ、じゃあ僕もしました、はいはい、なんかね、これバグっぽいよね、本当に。はいはい、やっぱブレードは一本飛んでないっすね。ああ、なるほど。で、ヒメさんのチャイカと、はい、あ、ヒメチャイカ頑張って。え、これミサイルはどうなんですか。ミサイルはね、あんまり綺麗に、トニックブラスターの方向を決めれてないんで、危ないですね。あ、あ、嘘、なんかミサイル連射で、一人落ちましたね。え、だけどこの後はもう攻撃手段が、あ、まだ一人いたんですか。あ、いけ、あ、これは、あ、ダメ、ミサイルマジダメて、これ偉いことになるんです。あと5発ありますね。3番機に5発残ってますよ。マジですか、修復するんだ。ていうか修復する間なく死んだな、全員。多分あの青い3が近づいたらミサイル撃つと思います。なるほど。あ、来た。回避仕込めないですからね。あ、死んだ、やべえ、豪快な、豪快に死んだ。はい、今勝敗表ですね。はい、じゃあ、あの秒読み始まったら言いますね。はいはい、多分俺の方が早いっぽいんで、次がニートさんのグレイブストーンと、はい、アンザビスパですね。そうですね、アビスパ、うん、でもあれ最初に結構撃たれてたからね、ミサイル多分まあ普通に間に合わない初戦中だったじゃないかな。今リーグ表です、はいはい、リーグ表来ました、はい、1名、あ、5、4、あ、本当、俺の方が遅い、2、1、0、はい、俺の方が遅い、はいはい、あ、全部消しましたね、第一消しましたね。誰が狙われてるの、あ、これ集中じゃないのか、
そうですね、分担、まあ分担してるというか、まあ近いとこなのかな。あ、そんな持ってたんだ。2サイド1回も当たってないですね。そうですね、誰かさんのマシンと違って。あとミサイルは2番機と1番機が10発持ってます。まだ全然ありますね。ありますね。消した。はい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 。なんかこれ一列になってるじゃないですか。そうですね。あー、結構後ろの前じゃないとこもソニックブラスターで消せるんですよ。後ろから飛んできたミサイルをガッと消してるから。っていうか、なんでこんな隊列になってるのか。ミサイルまだあるけど、なんかうまく噛み合わなくて撃たないですね。そうですね。エネルギーなくなるんじゃないかな。エネルギーなくなりますね、これ。グレイブストーン。なくなりますね。あ、なくなっちゃった。これはちょっと残念なことに。ああ、もったいない。ミサイル一回当たったけども。ミサイル撃ち残してますね。16発ぐらい全部で撃ち残してますね。ちょっとエネルギーがきつかったですね。そうですね。はい。まぁ、ちょっとミサイル撃ち切れずにエネルギー切れで、そうですね。決着ついてしまったと。アンズさんの勝ちでゴールで。12発のソニックブラスターとは何だったのか。12発持ってたんですか。はい。おかしいな。次がスクリーンサンダーコフィン。はい。さて、これはミサイルミサイルみたいな感じですか。ミサイルだ、ミサイルですね。はい。グリーンストーンミサイル機として使うっていうことなんだ。そうですね。ダークコフィンよりも多分早いんでしょうかね、軌道が。はい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 。あと量もいっぱい詰めるのかな、わかんないけど。あ、ごめんなさい、始まっちゃった。大丈夫ですか。始まりました。はい、じゃあ今度開始で。はい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 。いつものようにグレイブストーンは逃げながらミサイルを撃つと。ダークコフィンはどんな風に動いてんだろう。あんまり動かないか、やっぱり。そうですね、これミサイルがガードしてますね。そうですね、多分3秒ぐらいで定期ミサイル撃ってますね。そうですね。ああ、そうか、ガードしてダメージあんま食らわなくて熱が冷却2本あるからいいっていう。そうですね。ああ、でも大きい。おお、自爆いったな今。あ、これはガードしきれない。あ、でもなんだこれ。あ、格闘に行ってますね。あ、本当だ。もうグレイブストーン格闘に行ってましたね。ラストパンチが。あ、突っ込んでる。けど、冷却2本の。どこ行った今のミサイル。死んだ。おー、ぶつった。あ、一旦一度。ロボコンパンチが、これは何かでしたね。ビームにやられたっていう。ちょっと目まぐるしい戦いで、なかなかいいとこ拾えなかったけど。うん。ミサイル、お互いミサイルでダメージを与え合って、その後格闘対ビームになっちゃったから、こんな感じですかね。そうですね。あとこの自爆がお互い一度に積んでるんで、あの接近戦じゃもう相打ちになってしまいます。で、次が、おっと、優勝候補来ましたね。優勝候補来ましたね、これ。はい、これどうなんだろう。スクリーンさんのと同じ展開になるのか。うん。さあ、これは同キャラ対決ということで。あ、違うか。優勝候補。ニッサのグレイブストーンと、はいはい、北神田コフィンですね。はいはいはい。あ、すいません、また見てなかった。始まっちゃった。あ、ちょっと早めに始まっちゃったかも。僕が見てなかった。このままダラッコです。あららららららら。あ、格闘モードに入りました。え、もう？はい。ちょっと遅れてるかな、そっちの方が。あ、ダサッコパンチ。ダサッコパンチね。お、グレイブストーン。あ、これグレイブストーンを探してて。誘導妨害、まだ残って、夢、まだ今日のちょっと、はいはい。
お互いにミサイルは残っている。いやタイミングね、これちょっと変わっずれちゃうんだよね、1試合ごとになるか。そうですね。うちのこのミサイルまだ残ってるの。あ、まだ残ってるわ。あ、確定発動しましたね。あ、これちょっと頑張ったんじゃないの。あれあれ頑張ってない。いや、頑張ったんだけど、あ、どうなった。爆発に巻き込まれて自爆装置か。あ、自爆装置ひどい、自爆ひどい。あ、これじゃあこれどっちが勝つんですか。お互いになんか気持ち悪い動きしてますけど。あ、でもえ、これはこれ優勝候補が勝つんじゃないですか。あ、いや、負けるか。あ、なんかミサイル3発っていうか、これ泥臭い。え、どうかな、体力的に。あ、そっか、体力。そう、グレーブストーンがちょっと勝ってるんじゃないですか。そうですよね。あ、そうですね、微妙に微妙に体力差で負けますね、うちの子が。おっと、エネルギー切れました。エネルギー切れた相手に負けるこの優勝候補。いやでもこれ無理ですよ。だってこれちょっと無理かな。ターゲットできないもの。多分 500m でしたよね、レーダーの範囲が。普通だとだから 560m で対角線行くとダメなんですよね、見つかんないんですよね。はい、こっちは決着つきました。あ、なんかじゃ3秒以上遅れてるみたいな。グレームストーンいいなぁ。ていうかあの感じになったら隅っこに突撃しないで、ちゃんと壁に沿って行ってほしかったんだけど。そうですね、その言うこと聞いてくれてなかったですね。せめて最後のミサイル撃ってほしかったですね。そうですね。はい、今リーグ戦に変わりました。ああ、じゃあちょっと遅れてますね。はい、次皆川さんですね。そうですね、新田さん。これはどうですか。どうだろう。ちょっと教えてください、始まるところ。あ、5、4、3、2、1。ではい、入りました。入りました。ミサイルをちゃんと誘導モードに変えれば作戦らしい。開幕すごいなぁ、皆川さん。ちょっとあのアーステイ的なの打つの意味がよくわかんないですね。よくわかんないですね。あれ、なんか圧勝的な、あ、でもなんかおかしな動きになってる。あれ、これ、ガングだ。なんかガクガクになりますね。そうですね。衝撃が幕切れだったね。そうですね。ミサイルで死ななければまっすぐ格闘モードに入ってしまうんで、多分皆川さんの方だけど、ミサイルで削られちゃえば、あ、自爆に、あ、自爆、え、始まった、自爆したんじゃないかな今。あ、でも2対0で。そうですね、自爆を自分の味方のマシンを殺したように見えましたね今。そうかそうか、なんかあのミサイルなくなったら自爆で格闘もするけど、最終的にそれやられても自爆で巻き込みたいっていう、そういうのあったのかもしれないですね。ああ。で次が、多分竹取さんチキンとチメさんチャイカかな。え、本当に？本当だ。